はい、今回は、NHK 杯の1回戦から、六浦雄太七段対依田則本九段の碁を、見ていきたいと思います。はい、六浦さんの黒番ですね。はい、六浦さんもね、本格的な、打ち方をしますんでね、参考になるかなと思います。はい、ここでそうですね、コスミツケは地に辛い手ですね。はいで、ここで、こうとか守ればね、非常に硬いんですけど、はい、ここで飛んで頑張りましたね。はい、でこの手に対してツケがね、これは研究の一手でしたね。はい、普通はこのぐらいになるんですね。はい、で例えばこのようになって、制球の仕方がね、これ難しいんですけど、2手を打つかもね、難しいところで、これだけで打って、こうとかね打つかもしれませんし、こういう形とかね、コスミつけてみたいな、これだと三々入ったりしてね、また難しくなるかもしれないんですけどね。ツケが、あまり見ない手でしたね。これ切ってしまうのは、これダメを詰められて、これで取られてしまいますんで、このようになってこうなってと。はい、こう打っても取れるんですけど、2手をね打たれてしまうのがちょっと嫌ということでしたけどね。でもこれもあったかなと思いますね。こっち同じくこうなるんですけど、仮に取ったとして、この方がここ弾力があるのでね、こちらもあったかなとは思いますけどね。実戦は当てを利かされるのを嫌ってこう打ちましたけど、結局これがあるんですね。はい、これでこちらとか打ちたいんですけど、これは下がられてしまって、こうとか打つとこうでしょうかね。はい、こういうので取られてしまいます。はい、押さえるとこれもこうやってこうやって手数が足りませんね。なのでこうなってこうなってと。はい、このようになってね、この別れだったら結構黒もね、一応こちら頑張ってますんでね。はい、黒も一応さばいた格好でしょうかね。はい、でこのようになって、はい、ここはね狭いながらも結構自分の根拠を、確保しつつ白の根拠をね奪っている手ですので、いい手ですね。ここでこのようにね打つことも考えられました。はい、こうとかこう跳ね継ぐような手もねありそうですね。はい、今回はじっくり受けてと。はい、ここは白ねこうつながるように打ちましたね。はい、厚いですけど、ちょっと地には甘い手でしたよね。はい、こちらで稼いだので、ここは辛抱しようということですね。はい、で三々になって跳ねたんですけど、こう下がる手もあるかなとは思いましたね。もし引くんならこう飛ぶことができますんで、同じくこうなら、これもこう打ってて、こちらの方がね、このように打って、白の手数がねあんまりないので、こちらも考えられたかなとは思います。実戦このようになって。はい、切りですね。はい、こう入りますと、こういうここが先手で決まって、白もこうやってね取ることで、満足しますね。はい、なので実戦はこのようになって、こちらの3目を取りに行きました。はい、でこうなって、はい、この石がねどれぐらい攻めれるかですけどね。はい、このぐらい手入れが相場かもしれませんけど、これだとまあつないで大体息ですね。はい、ということで、まあ、実戦を置いていきましたけど、はい、ここから、なかなかこれがこう捕まえるわけにちょっといかないんでしょうね。こうとか打たれたりして、ここが非常にねダメ詰まりになってますからね、ちょっとこれは白危ないということで、はい。はい、一応こうなって、まあ、ここのね黒の実利も相当ですからね。はい、ここでまっすぐに攻めに行ったんですけど、そうですね、まあすぐ攻め行かないでね、こうとりあえず実利を取っておいてからそれから攻めるとかね、やっててもまだまだ長期戦だったような気もするんですけど、実戦はもうすぐ行きましたね。はい、まあ、このようになったんですけど、はい、こう攻めに行った割にはね、このあんまり食らいつくことができなかったような感じがしましたね。それだったらまだ形を決めないで、この辺りでね黒も形が決まらない方がね嫌ですから、このように、まあ、黒の根拠も取りながら、はい、このようになってゆっくり攻めていってね、まだまだ、はい、細かいのかなとは思いますね。はい、実戦はこのようにねやったんですけど、はい、形を決めてもらった分黒もはい、調子でねさばくことができて。はい、このように、とりあえずねこれ先手で助けることができましたんでね、はい、で抑えに回って、はい、白がね得したところがこれ3目取ったぐらいなんですよね。であとここは入られましたんでね、あんまり得したところがねなかったっていう感じなんですね、ここ攻めた割には。はい、なので、この辺りでは黒ががっちりとねリードを奪ったのかなと思います。はい、はい、ここでまあ抑えてる方が若干もしかしたらねまだこの黒のをね若干寄り付きを見て抑えも大きかったんでしょうけどね、はい、ここに打たれて、はい。これでもう結構ねもう紛れようがないような感じでして、はい、まあ、黒の勝ちとなったでしょうかね。はい、でまあもう少し打たれましてね、白の投了となりました。はい、この後はそうですね先行逃げ切りで、はい、黒が、リードをねそのまま、奪ったのかなと、思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。